はいどうもこんにちはこんばんは庶民チャンネルです。デュルル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 ル。はいどうも庶民チャンネルデュークシはいどうも庶民チャンネルでーす。あデュクシデュクシデュルルルルルルデュクシ。皆さんココイチ好きですか？カレーパン好きですか？コンビニでこんな売ってありましたよ。こちらでございます。ここ一番屋大きなチーズカレーパン。こちらたまたまファミリーマートで売ってありました。仕事帰りにファミリーマートに行ったら偶然こんなんあったんで、いやこんなん買ってみようって思って買っちゃいました。これをね普通に食べるのはもったいないってことで、チーズカレーパンなので中ではなく周りにもチーズを巻いて食べていこうと思います。はい、それではそれではといったら、いや見てください、こんなに大きいんです。この上にこの大きいチーズ巻いていこうと思います。こうしてね巻いていって、この状態で焼いていきたいと思います。さあチーズがどうなるか見ていきましょう。だんだんと溶けてきてます。まるで布団に入っている人間かのようにあったかそうです。さあ見てください、チーズが溶けてきました。いい感じに溶けてきたのでもうちょっとです。はい、いい感じに焦げ色もついてきました。はい、てなことで出来上がりました。出来上がったのがこちらになります。はい、はい、焦げてしまいました。はい、見事にね焦げたんですけども、チーズがいい感じに焦げているのでよしとしましょう。見てください、ハンバーガーみたいな食べ方になってしまいます。食べていきます。にっがっめっちゃ苦い。おいしいです。めちゃくちゃおいしいです。もうこれはチーズバーガーですね。うわ、苦っ。ちょ、苦い。ちなみに中は焦げてないんで、紹介するとですね、ココイチのカレーですね。カレーの中にチーズが入っている、あのチーズカレーですね。ココイチ
食べたらお腹壊すんですけど、最近食べれるようになりました。うまっ。見てくださいこのチーズ、全然伸びひん。最後の一口食べていきます。はい、いただきました。まあ実際言うとパッケージほどチーズは中身入ってなかったです。そこがちょっと残念なとこかな。こんな関東弁喋ってるんですけど、関西人なんですけどね。ということで、ココイチの大きなチーズカレーパン食べました。よかったら皆さんも食べてみてくださいね。ファミリーマートで売ってあります。またねー。